夢もないだなんてつぶやきながら構って欲しそうなしかめつられる越し君は背中に白い殻を連れてあの日の私全部組織出したばっかりでしょ。大変ね、利根川の奥さん。そう？おばあちゃんが亡くなってホッとしてるんじゃないかな。え？仲悪かったの？あなた引っ越してきてまだ間がないからご存じないかもしれないけど。いえ、大きな声じゃ言えないけどね、相当な悪妻だったのよ、利根川さん。食事の支度はもちろん亭主の世話なんかしたことないって、家事一切おばあちゃんにやらせてたみたいよ。自動車事故ですってね。おばあちゃん乗せてご主人が運転して。だけど聞いた？入院中おばあちゃんの世話全然してなかったって、看護人雇って。あら、それってお高いんでしょ、看護人って。利根川のおばあちゃん、お隣同士なんですから何でも相談してね。本当に短い付き合いだったけど、引っ越して間もない私に結構親切にしてくれて、それに比べて奥さんの方はほとんど言葉を交わしたこともなく、あまり良い噂も聞かず、できることなら関わりたくないと思っていたんです。育てていたものですので。利根川さんはお葬式の時より寂しそうでした。何日か何事もなく過ぎました。
つに煽られたんだ。ああ、これ植え替えなくちゃ。ん？何これ。蜂の破片じゃない？うん、なんか骨みたい。何の骨だろう。お葬式出したばっかりで、まさか。なーに骨どれ。バカ、こりゃ肥料だろう。でもねえ、人の骨じゃない？バーカ！骨よ、あれは。冗談じゃないわ、気持ち悪い。早く返さなきゃ。やだな、今日も帰ってない。あら奥さ ん、 ん、あ、利根川さん引っ越ししたんじゃないの。え、 やだ変なこと言わないで。だって利根川さん不愛想だから、挨拶なしで引っ越すくらいおかしくないと思って。そんなこと言ったって人に鉢植え預けたまんま。それともやっぱりあれは。私苦手、あの奥さん怖くって。怖い？何が怖いの？あのね、お宅が引っ越してくる以前にあったことなんだけど。